いや、福島が昨日の雪辱を果たしホームに戻るのか、ワクワクする今日のゲーム2、まもなくティップオフです。試合が始まりました。ここはスピードがある土屋、外テレンスキング、ゴール下のエチェニケ、パワーでいく、決まりました。のファールが取られました。エンドワンです。ヘルプに来てボールが下がったところに手を出したんですけども、はい、ただエチェニケ、タワタリからエチェニケ、リバウンド斉藤、いや、タダが奪い返してエチェニケの手に渡った。いやー、斉藤選手ボール取れませんでしたかね今の。郡山市出身、期待の地元生え抜き選手です。村上慎也、流れを変えられるか。川渡のファールが取られました。外からのシュートも得意なホリフィールドでしたが、ここはこぼれました。柳川のディフェンス、くぐり抜けた、見事なショット。村上慎也、先ほど桃のあたりを痛めましたがコートに戻っています。村上慎也が決めました。いいディフェンスから攻撃につなげているのは今度は福島です。加藤がスルスルっとエチェニケのフォロー。山形は苦しい状況になりました。福島がゾーンしたんですよ。いいディフェンスを見せたホリフィールド。ベル、ロングスリーを狙った、決まりました。ようやくですね。エチェニケのスクリーン、スリーを打っていきます、決まりました。そうですね、スクリーンで今ディフェンスがアンダーと言ってスクリーン、はい、そしてシュートに行く感じですね。ショットクロック残り5秒、アイバナーカス、ギリギリで決めました。残り 39.2 秒で12点差となりました。ベルに渡す、ベルのスリーです、外れてセカンドチャンス、白戸、村上慎也のスリー、決めていきました。ここで試合終了となりました。福島ファイヤーボンズ今シーズンの初勝利。